わかります？こんなにとろみをつくんですよ。めっちゃいいじゃないですか。マサラタウンにさよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。アルチューということで、今日も出てました。アルチューバーのリュウでございます。はい、相性だからね、アルチューって、ね、あの病名じゃないので全然。今回もう本当にもう限界が近づいておりますので、ちょっとね、体力を回復したいんですね。体力を回復させるって何かって言ったら、やっぱスープじゃないかと。栄養なし。僕が昔から作っている夏の野菜を使ったレシピ、モロヘイヤを使った、あのクレオパトラも愛した、まあ美容にもバッチリみたいな、そんな感じのモロヘイヤスープね、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ありがとうございます。まずね、モロフェア一束、これね、大体ね 80g でした。今回このままだとあれなんで、水洗いしていきます。ざっとね、まあ、ざっとし、水洗いして水気ね、ちゃんと絞ってくださいこれね。モロフェアってあんま皆さんね、使わないんじゃないかなと思うんですけども、あの茎の部分、ちょっとここら辺はね、ちょっと汚れたり硬かったりするんで、ちょっとね、切り落としちゃいます。2、3センチぐらいね。モロヘイヤ、今茎を落としたんですけども、その前にニンニクとかをやっていきます。ニンニク今回ね、3かけ。スープは、あの、2、3人前でいきます。ガンガンと、はい、潰してってですね、皮を剥いていきます。ニンニクはね、たっぷり入れた方がうまいです。芯をね、取り除いてくださいね。ニンニクはね、こうやって、こう、粗みじんにしていきますね。こんな感じでね。細かいみじん切りじゃなくても大丈夫です。粗くみじんに、この状態ザックザックとやっていけば、それだけでね、美味しいプースになるんでね。鷹の爪はこうやって2つに割っていただいて、で、中の種はちょっと取っちゃいます。じゃあモロヘイヤやっていきたいと思います。夏の野菜ですからね、モロヘイヤ美味しいので、で、モロヘイヤなんですけども、細かくね、切っていくんです。こうやって千切りにしたら、またこうどん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 刻んでいくんですよ、これね。刻んでいくことによって、このモロヘイヤのこの粘り気成分がどん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 外に出てくるんです。ザックザクとね、刻んでいって、そこまでみじん切りにしなくても僕は大丈夫だと思います。はい、大体これもニンニクと同じぐらいで粗みじんにしてあげて、で、モロヘイヤっていうのはすごくね、青臭いんですね、これね。で、このままスープにするとすごく青臭さが目立ってしまうので、ニンニクと合わせるっていう、ところがあるんですよ。これがね、でもね、本当にモロヘイヤってこのスープが本当に一番美味しいので、なんかあの、いつもはもう本当にこうジャンクフードおじさんなんですけども、たまにはこうモロヘイヤスープとかね、そういう料理研究家っぽいところをこう出していかないとね。はい、じゃあね、パパッとやっていきたいと思います。そんな難しい料理じゃないので、まずあの、このニンニクをここに入れていきます。はい、ぬんぬくです。はい、大体ね、大さじ2ぐらい、結構、ね、たっぷり使います。はい、オリーブオイルもね、美容にいいんでね、もうちょいかな。最初はね、強火で大丈夫、あの、オイルが温まるからね。これ撮影の後、もう僕もう肌がトゥルントゥルになっちゃうからね。この部屋ってすごいね、栄養がたくさん入ってるので、皆さん見かけたらね、ぜひ買ってください。シュワーっとなってきたら、ちょっとね、火を弱めましょう。そのまま強火でやってるとすぐ焦げちゃうんでね。ニンニクとオリーブオイル、これをちょっとね、ちょっと色づくまでやっていきます。そしてシュワ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 いって、ちょっと色づいてきたら、これ唐辛子入れていきます。で、これで唐辛子の辛みと香りちょっと入れていきます。これぐらいでいいです。これぐらいになったら水 500cc で沸かします。強火にして、そもそもはね、大さじ1入れます。だから小さじね、3杯ね。やっぱね、スープストックがないとね、美味しくないので、全体的に混ぜていきます。はい、混ぜしていきます。で、これで沸くまで混ぜます。はい、ということで、こんな感じで沸いてきました。沸いたら初めてこのモロヘイヤ、このたっぷりのモロヘイヤを入れていきます。そして混ぜていきます。おお、入れたらね、あの、沸騰させないでいいですから、もうね、弱火で。モロヘイヤってすごく粘り気が強いんだよ。ほら見てください、こうやってとろみのついたスープになるんですよ。ほら、わかります？こんなにとろみをつくんですよ。僕レベルになると、この青臭さで、ね、飲めるんですよ。弱めの中火で、ちょっとね、少し煮込んで、塩コショウで調味します。あの、ちょっとね、飲んでみてください。塩はね、いらんと思う。
足りなければ塩コショウ、僕はいらないと思ったんで塩入れないんですけども、ちょっとね、コショウはね入れた方がいいかもしれない。ほんと数分、まあ5分ぐらいにはもう完全に OK だと思います。では盛り付けていきましょう。これね2人分なんで半分やっていきますよ。それではですね、出来上がったこのモロヘヤスープ、もうねとろみがすっごいですこれ。でこれをこのスープ剤に流していきます。はい、僕ねもうほんと不摂生が続いてるんでね、がっつりと。いいじゃないですか、めっちゃめっちゃいいじゃないですか。ということでこちらでクレオパトラの愛したモロヘヤスープの完成です。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。あー、いただきます。うまい。これは忘れていた僕はモロヘイヤのうまさを。めちゃめちゃうまいですね。片栗粉とか入れてないんですけども、モロヘイヤとろみがすごい。モロヘイヤってうまみととろみがすごいんですけど、青臭さがあるんですけども、これをニンニクとコンソメが見事に殺してくれてますね。このままラーメンにしてもいいと思うこれ。うん、茎の食感も非常にいいです。茎の食感も非常にいいアクセントとなってますね。うん、おいしい。エジプトの料理、あとこれエジプトの料理よ。カロリーも少ないので女性にも非常に喜んでいただけるレシピだと思います。ということでぜひ皆さんクレオパトラを愛したスープを飲んでクレオパトラになりましょう。こちらねバズる料理以外もねたまにやるんですよ。なんかね、総合料理チャンネルですね。決して酔っ払いチャンネルではありませんからね、みんなね。そこは間違いないように。お願いします。一応料理研究家なんで。